今話題のノベル AI が自動的にイラストを描いてくれる。それでは実際に AI で絵を作ってみたいと思います。ここになんか適当に入れてみますね。じゃあ女子高生って入れてみましょうか。最初はシンプルにね、Google 翻訳で女子高生って入れるとハイスクールガール、シンプルですね。これをコピペして入れてみましょう。じゃあ作ります。えい、どんな絵が出るかな。今考え中、 AI 考え中。これ出ない。え、なかなか出ないな。あ、出た。お、なかなか可愛いです。いい感じだね。でもなんか服がなんか不思議な服を着てるな。セーラーカラーがついてるけども、その中にカッターシャツを着てるし、胸のとこだけ紺色、なんか冬服だけど袖は白い夏服っていうか半袖だよね。よく見るとね、なんか微妙。あ、よく見るとさ、セーラーカラーも線が2本のような3本のような切れてるような変な感じだね。ここがだから AI がちょっとおかしくなっちゃうとこだね。でも今の流行りをツボを押さえてるよね。鼻の頭が明るいとか、髪の毛の奥が白いというかね、色が薄いっていうか、目の描き方とかね、なんか微妙だけども、パッ見た感じ、顔だけ見たら可愛いかなって感じがするね。じゃあハイスクールボーイって入れてみようか。ボーイ、ガール言ったから。 AI はどんな絵を作ってくれるかな。なんかまた微妙なのかな。楽しみだね、これ。どんな絵が出てくるか。何が出るかな、何が出るかな。チャララランラン、チャラララン、チャララランで出てほしかったな今。あー、意外にも顔のアップじゃなくて腰から上の絵だったね。お、まあまあなかなかかっこいいと思うけど、おでこが変に白いっていうかあとさ、パッと見て俺が気になったのは、左手の方が中のセーターっつうの、これが出てるのが長いっていう、これはなんでだろうねあと、ボタンがついてる場所がちょっと微妙っていうか、なんかちょっとボタンの位置がおかしいなってっていう。あと後ろの背景だよね。背景まで自動で作ってくれるのはすごくいいと思うんだけど、教室なのか和室なのか、なんか微妙だよねこの窓が。なんか背景の窓枠がおかしいというか不自然というか、カーテンが窓の外側にないかこれどうなってんだこれ。この辺がちょっと微妙な感じだね。んー、でもこれ描かない人には分かんないレベルだろうな。まあね、一瞬でこれぐらいの絵を描いてくれるんだったら、絵を描かない人には十分かなって思うかな。あとこれちょっと胸元はちょっとよく分かんないな、この胸元が。もうちょっとなんか入れてみようか。次はもうちょっと複雑な感じにしようか。アイスクリームを食べている女の子、これできるかな。ガールイーティングアイスクリームって言うんだ。本当かなさあ AI はどんな絵を作ってくれるかな。今考えてます。 AI が一生懸命描いてます。今いでよ素敵イラスト。あ、うわ、怖っ。なんか怖っ。ちょっと微妙な絵が出てきたな。女の子がアイスっぽいものを食べてるんだけど、アイスというよりも肉まんをかじってるような感じがするよね。あとコーンを持ってる手が変っていうか、指がなんか怖いこの辺が微妙なとこだよね。細かいこと言ったら耳の左右なんか違うよね。耳の穴がおかしいっていうか、あとさ、この子の服装がさ、裸なのかタオルを巻いてるような感じに見えるけど、右肩と左肩が違うっていうか、怖ー。なんかあとこのまつげ、ここもなんか跳ね方が微妙だよね。眉毛も困ってるような顔っていうか、美味しそうに食べてるような顔ではないよね。複雑な指定をするとこんな風になってくるんだね、だんだん。そっか、あ、これ描けるんだ、ここにこうやって。あ、描けるんだね、こうやって。へえ、そうなんだ。わ、面白いね。もうちょっとなんか入れてみようか。全身が見たいよね、体が。じゃあ傘を差している、あ、雨の中傘を差している2人の少女、あ、カップルにしようか。2人のカップルっておかしいか。差している恋人同士、これで男女になるもんね。雨の中傘を差している恋人同士、これいこうか。これは難しいぞ AI。 頑張れ AI、 お前の腕を信頼してるぞ。お前に期待している。お前がどんな絵を作るのか、お前の実力を見せてくれ。なんか時間がかかってるね、これ難しそうだな。あ、恋人同士
帽子って入れたのに女性2人が出てきたね。あとさ、傘がさ傘が確かに刺してるように見えるけど、軸がさ、二人ともこの棒を持ってるけど柄がこんなところに出ちゃってるし、傘と繋がってないよねこれだったら。確かにでも景色は雨が降ってるなあ。でも微妙だな。あと横顔の女の子が下手だよね。ぶっちゃけ顔が長すぎるし、目も正面を向いてないっていうか、下手な学生の横顔みたいになってるっていうか、横向くと急に馬面になるっていう、あの絵の初心者あるあるになってるね。だからちょっとここは AI 可愛いよね。人間みたいに横顔は苦手なんだっていうAI でも人間みたいに横顔難しいんだっていう、ちょっと人間味が出てるのが可愛いかな。あと指もなんかね、やっぱりおかしいよね。バラバラっていうか、5本なのか6本なのか、ちょっと怖いっていうか、小指とか薬指とかなんかむちゃくちゃになってるっていうかね。親指も切れてるし、手が苦手なんだな AI は。人間と一緒だね。ここはちょっと可愛いよね、人間味があって面白いな。すごい完璧じゃないところがむしろ人間味があって俺は好感持てるな。だからこれを使おうと思ったらこっから人間が修正してやんなきゃいけないよね。このまま使うことはちょっとできないよね。もうちょっと行こうか。次男子の絵を行こうかね。恋人同士ってしたのに女の子2人で出てきちゃったから、じゃあ男3人で、3人の男が海辺でふざけ合っている。これどう？これ難しいよこれ。頑張れ AI、 いけ頑張れ。お前に期待してるぞ、みんなお前を待っている。みんな今ね AI で絵を描くっていうことにすっごく注目してるから、どのイラストレーターよりも期待されてるよね今ね。 AI っていうイラストレーターがどんな絵を描いてくれるのか、頑張れ頑張れ AI。 どんな絵ができてくるか、ちょっとこれ楽しみだよね。面白いよね。完璧じゃないからむしろ面白いっていうか、3人ってのが難しかったか、時間がかかってます。出てくるかな、そろそろ。エラーとかできないとかってないのかな、描けませんでしたっていうのはないのかな。あれ、あでも出てこないからできないのかな。全然出てこない。これは難しくて描けないってことなのかな。これはできなかった。ちょっと AI さん、 AI さん難しかった。ごめんね、なんか難しい絵描かせてこれはね出てこないね。ちょっと分かんなかったのかもしれない。じゃあちょっと他の絵を頼もうか。3人ってのが難しいのかな。じゃあもうちょっとファンタジックな絵を描いてもらおうか。俺がペガサスハイドだから、ペガサスって入れたらペガサスの絵描いてくれるかな。 AI がペガサスを知ってるかどうかだよね。伝説の馬をお前が知ってるかどうかでかかってるよ。ペガサス、ユニコーンと間違えないでね。ペガサスは羽が生えた馬のことだよ。角が生えてる馬はユニコーンだからね、間違えないで AI。 ペガサスが描けるかなお前に。おお出た、描けた。描けたけど羽がちょっとなんかおかしいな。3枚羽があるように見えるというか、この羽のつき方がどこについてんだっていう。でもなんかそれっぽいものを描いてきたな。あと、あ、足もなんかおかしいな。なんか前足が長すぎるというか、折れ方が変というか、後ろ足に比べて前足がなんかちょっと不自然だよね。なんかそれっぽいものは出てきたけども、ペガサスハイドって入れたらどうなるんだろう。俺の名前を入れてみよう。ペガサスハイド、いけ AI。 俺が描けるか、俺の顔が描けるか、俺を知ってるかお前が。あ、お、え、は、え、怖。なんかペガサスの、でもなんかこの足が変っていうか、前足が両方ともおかしいね。なんか騙し絵みたいになってるっていうか、後ろも股を開けすぎっていうか、羽はすごく豪華に生えてるけど、でもなんか変だよねこれもね、つき方が。あとなんで室内にいるんだっていう、あとなんでこう目が死んでるっていうか顔がなんか作り物みたいに怖いっていうか、 AI が思ってるペガサスハイドっていうのはこういうことなんだね足とか手とかが苦手だってことが分かってきたよね。こうやっていっぱい作ってると、人間も動物も生き物じゃないものも描いてくれるのかな。図書館、魔法学校、魔法学校の図書館、ハリーポッターみたいなの描いてくれるかな。お前を試すぜ AI、 いけ。あ、出た。あ、でも、普通の図書館だね。別に
魔法学校らしさは特にないというか、なんかもうちょっと全体的な感じを見せてほしかったな。これだったら図書館なのか本屋さんなのか。でもまあこうやって背景も描いてくれるんだね。人間はこっちが描いて背景を生成してそれと合成させるっていうのがいいかも。これもう一回読み込んだら違うの作ってくれるのかな。マジックスクールライブラリでもう一回ボタン押してみるね。あ、出た。あ、こっちの方がなんか魔法学校の図書館って感じがするよ。だけどこれ大きさがおかしいっていうか、パースはこれ正しいけど、ここに人間を立たせたら相当本が巨大っていうか、人を立たせると不自然だよね。これはね、人間がこの3段目ぐらいの高さにすると本が大きすぎて人の手に持てない大きさの本になるし、本に合わせて人間を大きくすると天井をぶち抜きそうになるっていうか、ここがやっぱり AI の限界だよね。これイラスト描かない人とか漫画を描かない人にはすごいってなると思うんだけど、この背景人との縮尺がおかしいことになるかな。これはだからちょっと使えないね。奥の方だけだったら使えるけど、ちょっとやっぱり AI はまだ人間に勝てないな。ちょっとな、こういうのがパッとバレるようではダメっていうか。最後にエロい絵、エロい絵を作ってみようか。エロい絵、じゃあセクシーな女性、セクシーウーマン、いけ AI、 いでよ俺の彼女。ははだから AI を思ってるセクシーが俺が思ってるセクシーかどうかっていうところだよね。 AI、 お前は何をセクシーと思ってるのかっていうところが問われるよね、これはね。出せ AI、 どうだ。おー、いいじゃん、いいね、これなかなかいいよ。おパイのデカさもいいし、背中の肉がムニムニってなってるとことか、お腹のこのね筋肉の筋なんかもすごいいいじゃん。顔も可愛いよね。そうだな、欲を言えば肌の塗り方がちょっとこだわりが薄いっていうか、あの人間のイラストレーターさんでこういう絵描く人はもっともっと肌の質感を人間的かつ透明感があるように表現されるんで、それに比べると肌の質感にザラつきがあるというか、あんまり綺麗な肌色じゃないよね。そこが惜しいかな。でも雰囲気は悪くないよね。背景のこの線なんだなんでこっちはないんだ、上は。まあでも雰囲気はいい感じを作ってくれたかなって思います。まあこのね AI で絵を描くっていうのが興味がある人はいっぱいいるんで、自分もやってみたいなっていう人はこのノベル AI ぜひ試してみてください。自分が絵の勉強するアイディアを膨らますためのヒントにするために使う、これを自分の作品として発表したりとかするっていうのは良くないかなって、まあ、興味がある人はノベル AI で絵を作ってみてください。ハイドチャンネル、このノベル AI 興味がある、使いたいっていう人もたくさんいると思うんですけども、なんとねまだ日本語に対応してないんですよね。英語を理解して英語で入力する必要があります。だけど安心してください、僕が全部画面で誰でも分かるように説明したいと思います。まずアカウントの作り方、ノベル AI で検索するとそのページに行くことができますので、まずそちらに飛んでください。なんかちょっと暗い画面ですよね。だけどビビらないでください。右上のログインを押してアカウントを作ります。ログインを押すとこのような画面が出てくるので、サインアップをクリックし、メールアドレスとパスワード、こちらを入れてください。すると登録したメールアドレスからメールが届きます。貼ってあるリンクに飛べば完了です。簡単ですよね。ここまでは何も迷うことはないと思います。ここからなんですけども、 AI でイラストを作ろうと思ったら無料ではできないんですよね。有料サービスしかないので、有料サービスを使う手続きをしましょう。先ほど登録ができたのでもう一度ログインをし直します。再度ホームページのトップページに戻り、サインインをしましょう。そしたらこのような画面になりますので、左上の歯車をクリックします。するとこのような画面が出てくるので、アカウントボタンをクリックします。続いてこのマネージのボタンをクリックしてください。 Take me there を押してください。するとプランの選択画面になります。プランは全部で3つあるんですけど、
ども、一番左のタブレットスタンダードプランで十分です。このタブレットは1ヶ月で最高200枚の絵を作ることができます。日本円でだいたい1500円ぐらいかなって感じですね。プランはいつでも変更できるので、最初はここから始めましょう。最初から高いお金を払う必要はありません。あとは画面に従ってクレジットカードかペイパルを使ってお金を払って完了です。僕もこれやってみたんですけど、クレジットカードを入力する画面は日本語になってくれました。なので安心して大丈夫だと思います。ここまで来たらようやく AI でイラストを作ることができます。真ん中のイメージジェネレーション、これを押してください。するとイラストを作る画面が出てきます。右側にダーッといろんなね、なんか英語でごちゃごちゃ出てくるんですけど、もうこれ全部無視してもらって構いません。もう左上に文章を入れてジェネレート、これを押したらもうポンと AI が絵を作ってくれます。ただ文章は英語で入れる必要があります。最初は何を入れていいかわからないと思うので、単語を入れてもいいと思います。もう単純にガールとかボーイとか、そしたらもう勝手に作ってくれるんで、慣れてきたら英語の文章、例えばロングヘアのセーラー服を着てる女の子とかっていう風に入れていってもいいかもしれませんね。英語の文章がわからないよと思う人もいるかもしれませんが、 Google 翻訳で日本語で入れて出てきた英語をコピー&ペーストして入力するといいと思います。ハイドチャンネル。ちょっと今俺 AI で動物の絵を作ったのね。なんて入力したかっていうと、キャット、ドッグ、ハムスター、ホースって入れたのね。俺のイメージではだよ、猫と犬とハムスターを別々に描いてほしかったのよ俺の中では。そうしたらそれを合体させた絵を AI は描いてきたっていうね。足元の青いホース何かっていうと、俺が馬のホースの綴りを間違って水をまくホースって入れてしまったのね。それでこんな絵ができてきたんだけど、これは AI じゃなくて俺がアホだったっていうこれは AI 間違ってない、俺が間違ってた。めっちゃ面白いと思って、だから絵を描いてるっていうのとはちょっと違うけどね、ゲームだね。どっちかっていうとね、言葉をこっちが入れてどんな画像が生まれるかっていうゲーム、遊びだね。もうこれは遊びとしてちょっとこれはもうハマってしまいました。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。